はい、こんにちは。こんにちは。やってきました。よろしくお願いします、ね、もう約束を果たさなきゃっていうさ、やっぱアメリカに行くって、はい、だやっと来れて安心しました。ありがとうございます。小沢さん、いやいやいや、でもやっぱり日本での表情と、まあもちろんあの時は WBC っていう、ね、はい、責任感もあっただろうし、はい、でも今はあのパドレスというね団体チームの責任もあるけども、うん、表情が全く違うんだね。本当ですか。なんか生き生きしてるね。いや最初会った時なんかさ、茶目っ気たっぷりで、なんかでっかい体小さくして隠れて通ろうとしてたじゃない。はい、なんか久しぶりになんかこうあの茶目っ気見てさ、はい、なんかほっとした。あ、よかったです。だから昨年は WBC があって、もうダルジャパンって言われるぐらいにね、あのチームをまとめ上げた。もう自分のことはそっちのけで、とにかくリーダーとしてやったっていう。まあ、やっぱり辛い思いはしたでしょ。優勝はしたけど。まあ自分はこう思ったような球投げられなかったりとか、やっぱりその結果がうまいこと出なかったっていうところに関してはすごく、まあ、悔しかったですね。うん、すごく。いやだけど、まあ、優勝に導いた栗山監督も言ってたけど、これはもうダルジャパンだと、うん、最初から入ってくれてリーダーシップを取ってくれて、うん、チームを一つにまとめてくれて、うん、っていうことを言ってたんだけども、うん、やっぱり一つの責任肩が下りたっていう感じがした。あの時優勝して、いや、あの僕は本当まとめてたっていうあの意識は本当になくて、ただ普通にコミュニケーションみんなで取ってっていうだけだったので、だから栗山監督がああやって、まあ、言ってくださったってからそういう風になってますけど、まあ、今日僕も結果出なかったんで、多分この栗山さんもこううまいことカバーしてくれて、いや、ああいうことを言ってくれたんだろうなと思って。違う、あのね、結果を求めてたんじゃないと思うよ。うん、やっぱチームを一つにするために、うん、もう最初からあの参加してくれたじゃない。うん、まあ、あれがやっぱ大きかったと思うし、あれによって大谷選手がすんなりチームに入れたと思うんだよね。うん、だからその力は大きいと思うわ。ありがとうございます。でもその弊害というか、もう日本の投手がメジャーに向けてどんどん来たいって、やっぱダルに憧れてんだよね。うん、まあ、自分というよりかは、まあ多分本当に環境とか、いや、もう実際その現場でどういうことが行われているとか、まあ、どういう野球をしているというのをとにかく伝えてたので、まあ、その環境に多分すごくみんな魅力を本当に感じてたと思うんですよ、 WBC の期間中も。うん、で今やっぱこうやって評価されてどんどん来ているので、まあ、よかったと思います。いやもう日本の野球がさ、なんかスカスカになっちゃうんじゃないかなと思って。でも、うん、やっぱこう今日一日かけてずっと環境とか施設とかいろいろ見せてもらったけど、でも全然違う、うん、やっぱ憧れるのは分かる、うん、もう自分がしっかりしなきゃいけないし、うん、そうですね、ね、自覚を持たなきゃいけないし、はい、昨日今永のとこ行ったの、ね、はいはい、そしたらやっぱりこう自覚を求められると、うん、何やっててもいいけど、うん、それは自分に全部跳ね返ってくると、うん、そんな感じですよね。そうですね、やっぱりホテルとかもないので、チーム宿舎とかもないので、うん、自分たちで家借りたりとか、ご飯も自分たちで調達するので、そういう意味でやっぱりこう自立してないと、うん、まあ、難しいなと思います。だから彼はあのライフラインを心配してた、うん、例えば携帯を壊れたらどうしようとか、うん、そういうことを、あの子はね、通訳はあんまりつけてないんだよね。自分でやろうとしてるから、うん、そういうことが不安だって言ってた。野球やることに対しては不安ではないけども、うん、やっぱそんなもんなのかな。まあ、そうですね、やっぱりこう自分の一番得意な、まあ、その言語がやっぱ通用しない国っていうのは、うん、やっぱりすごく生活においてはやっぱり不安はすごく大きいと思いますね。うん、はい、でもいろいろ若手投手陣が来たじゃない、はい、まず最初にメジャーで戦うためにはっていうことを前提として、何をアドバイスする、一番大切にこれだけはしろよっていうのは。まあでもやっぱりどの球団もその選手のことをやっぱメジャーで通用するっていう確信があるから、それだけのお金を払ってると思うんですよ。うんうん、だからやっぱりその変にこう自分をもっとよく見せようとかっていうのではなくて、やっぱりその日本時代の自分をと同じようなパフォーマンスを、まず同じような球を投げるには、この環境で同じような球を投げるにはどういうふうにアジャストすればいいかっていうところをやっぱりしっかり考えるのが大事かなというふうに思います。なるほどね。でもWBC をやって、はい、若い投手陣と一緒にやったじゃない、はい、クオリティの高さっていうのはすごく感じたの。
それともまだまだだなっていうふうに感じた。いやもう本当に投手に感じました。やっぱりこのラプソードも入れてくださってたので、うん、まあ、そこでやっぱり数字分かるじゃないですか、うん、でその時でのやっぱりその変化の量であったりとか、まあ、球速もそうですけど、それいろんな投手を見ましたけれども、やっぱりそのメジャーの投手と比べても遜色ないとか、それ以上の投手がいっぱいいたので、あ、すごくレベル上がってるなっていうふうにはその時は感じました。あの体がでかいじゃない、もうとにかくこっち来たら、はい、まあ、圧倒されるぐらいの体の大きさがあって、はい、まあ、それはもう鍛えてる、うん、まあ、そういうことがあるんだろうけども、日本の選手を見るとやっぱ華奢なんだよね、はい、それはやっぱ関係ないの。やっぱこう鍛えていって、うん、強靭な体を作らなきゃいけないのか、それともなんかこうスマートでもいいから、うん、キレのある体を作った方がいいのか、どっちなの。もうそれでもその人によりますね、あの、そう、どういう体のタイプなのかとか、うん、動きとか、どういう動きのタイプなのかとか、うん、どういうプレーがもともと求められているのかとか、そういうところがやっぱりすごく大事になってくるので、まあ、一概にこれとは言えませんけど、やっぱりこうフィジカル的にも強くて、まあ、かつ柔軟性も高くて、うん、っていうところがやっぱり一番今求められていると思いますね、うん、はい、まあ、あの高橋宏斗とか、はい、あ、まあ、佐々木朗希もそうだよね、はい、まあ、次メジャーにこう目指している選手だと思うけども、例えば佐々木朗希だとどういうことをアドバイスする、例えば体の部分だとすると。いやまず食い物から。いやでももう食事もすごい頑張ってるので、ずっと、そう、はい、でその辺の意識もすごい高いですし、で、まあ、やっぱり先もすごく見据えて、まあ、やっぱり自分がこう高卒1年目とか2年目とかの時代と比べてやっぱり全然意識が今の方違うので、うん、全然違うよね、はい、だからもう特にアドバイスすることはなくて、本当にアドバイスするって言っても、例えば栄養のことであったりトレーニングのこととかは全部人任せじゃなくて、まあ、自分である程度理解できる水準までは持っていった方がいいかなと思いますけど。あの高橋宏斗は、はい、やっぱこう山本由伸に憧れてるのかどうかわからないけども、うん、はい、なんかちょっとクイックで投げたがるんだよね、はい、うん、ああいうのっていうのはどうなの。そう、例えばそれをマネをしようとしてそれをやってるんだったらあれですけど、うん、あんまり僕はどうかなと思いますけど、一人一人やっぱ体が違うので、うん、そうだね、で自分の中でやっぱりこれっていう納得するものがあって、うん、でその先にやっぱり、まあ、高橋君もやっぱり自分の見えてる未来っていうのがあると思うからそれをやってると思うので、まあ、そこは本人がそこからダメだったらダメだったらまだそこから学べますし、うん、まあ、よかったらそのままいけますしっていうところで、あの悪いことではないと思うんですね。でもまあ一緒にやったじゃない、はい、やっぱポテンシャルは高いです投手だと思うんだよね、はい、だからそのいろいろこう先を見据えてやるのはいいけども、うん、やっぱ真似だといけないということだよね、まあ、僕はあんまり真似は好きじゃないですね、うん、真似をただ真似をして成功してる人ってすごく少ないので、うん、まあでもあのなんですかね、まあ、高橋君がやってること山本君がやってることっていうのは僕はすごくいいことをやってると思いますし、うん、だからそこから自分のスタイルを見つけていってくれればいいなって思います、うん、なるほどね。あのメジャーに行きたい選手がこれからどんどん増えると思うんだよね、はい、で生き方も全然変わってくると思うんだよね、はい、で今回、まあ、聞いていいのかどうか分かんないけど佐々木朗希がポスティングで行きたいと、うん、はい、でここにはルールがあって球団としてもお金を落としてほしいし、うん、まあ、仕事の部分という意味では、はい、ね、はい、これはどういうふうに思ってこちらで見てた。いやだから実際どういうその球団と佐々木君の間でどういう問題があったっていうのは僕分からないです。本当にそこに問題があったかどうかも誰も多分言及はしてないと思うので、まあ、真実のところで言うと分からないんですけど、それは一回置いといて、ポスティングっていうところで言うと、まあ、その選手も球団に聞く権利もあるし、だからそこは別にその例えば1年目2年目にそのポスティングお願いしますって言ったところで、例えばそれをこうやっぱファンの方々がこう例えば叩くとかっていうのは僕はそれちょっと違うんじゃないかなって思いました、うん、なんかいろんな方法があるよね、もうメジャーに行く、まあ、まあね、例えば、はい、佐々木麟太郎という、うん、はいはい、あのこちらの大学からメジャーをあの目指すとか、うん、はい、ルールをやっぱりしっかり作った方がいいと思う。それともそれはもう個人同士の球団との話し合いで、うん、まあ、ちゃんとした方がいいと、まあ、球団との話し合いで、まあ、例えば、うん、ちゃんとその日本はやっぱ口約束とか結構多いんで、だそこはやっぱりこう例えば入団するときとか、まあ、1年目終わった3年目終わったとかその度にやっぱりちゃんとこうお互い文書でちゃんと残して契約していくっていうのは大事かなと思うんですけど、まあ、これから
そういうのが加速していくだろうね。そうですね、もうどんどん来ると思います。それ誰のせいだと思う。誰ですか、やっぱ野茂さんですか。いやいや、憧れを作ってるよね。自分は違います。いや、かっこいいもん。自分は全く、いやいやいや、自分は本当に全く関係ないです。みんな本当レベルが上がってるんで、それだけ需要がどんどん増えてきて、でやっぱりみんな稼ぐお金もバッて増えて、すごいよ、ね、そこにやっぱりこうおってなってると思いますね、うん、いやでもまあ WBC でね、環境とか、はい、また経験者がこう喋ってくれるっていうのはさ、やっぱ加速しても仕方ないよね。これはもう自然だと思います、ね、まあそうだね、はい、でピッチャーのクオリティはすごく高くなってきてるんだけど、はい、あの野手はちょっと遅れてるっていうふうに思わない、うんうん、僕はそう思ってました。でもやっぱ思ってる、思ってましたね。やっぱり打球とか見てもやっぱりこう対応がちょっとやっぱり投手の球に対して遅れてるのかなと思いましたけど、最近やっぱりこの過去2年ぐらい日本のボールがやっぱり飛ばなくなってるっていう、そのデータ的にもなんかあるのを見て、一概にこう打者のレベルが上がってないっていうわけでもないのかなって最近ちょっと思い出して、うん、でもさ、ほとんど活躍する人は外野手で、内野手で活躍する人がいないじゃない、うん、でキャッチャーもいないし、うん、まあほとんどもうピッチャーというふうな、はい、なぜ通用してると思う。やっぱコントロールなの、それとも特殊ボールを投げれるという器用さなの。うん、日本のピッチャーはやっぱりその割とですけど、リリースが結構低いとこからこう上に上がってくるっていうタイプのピッチャーが多いのもありますし、うんうん、まあ、やっぱりフィールディングとかもやっぱりこっちの投手に比べて洗練されているのもありますし、うん、まあ、そのスプリットもそうですし、まあ、そういう意味でやっぱりこうなんて教育がちゃんとされている投手として、うん、まあ、こっちはただ投げるだけみたいな人結構いる中で、うんうん、まあ、そういうところでもやっぱり信頼されていると思いますし、まあ、最近自分がすごく感じるのは日本人のやっぱりその勤勉性ですね、うん、でこの子に来ても松井君見ても初日から自分のやること決まってて、で時間が遅くなろうと自分のことはしっかりやるっていうところをやっぱり日本人全体的にそうなんで、うん、だからそういうところもすごく信頼されているところかなと思いますね、うん、まあ、自覚ができてきたっていうことだよ ね、はい、昔はなんかこう自覚を任されてるっていうか、うん、強要されてるみたいな感じがあったけど、で、ね、で今はもう個人でね、うん、自覚をしてると、はい、ただ野手、例えば村上がね、うん、ダルのところに聞きに来て、うん、でシーズン入って、まあ、調整もちょっとうまくいってない部分もあったんだろうけども、うん、最初状態が悪かったと、うん、やっぱこうメジャーに向けてのトレーニングをやったという、うん、ことを聞かされたの、はい、でもそれを戻した途端に、まあ、良くなったと、うん、これはどう考えますか。まあだから例えばやり始めたのがやっぱりシーズン直前とかってなるとやっぱりまた体も変わってきちゃうので、まあ、オフにずっと準備してた、まあ、自分でイメージしたその体の動きとやっぱり変わってくるっていうところで、まあ、やっぱり野手もピッチャーもそうですけど、少しちょっと感覚がおかしいと一気に崩れたりするじゃないですか。まあ、そういうのもあるので、まあ、プラスやっぱりこのオフシーズンにトレーニング始めるにしても自分のウィークポイントが何なのかとか、まあ、強い打球を打つにはどういう筋肉が必要で、どういう動きが必要なのかっていうところをこうちゃんとこうやっぱり説明できる人っていうのがまだ多くないっていうのはあると思うんですね。いや多くないよ。そうですね、うん、だからだんだん今今年のこのオフシーズン見てると、やっぱり佐藤輝明選手がやっぱりドライブライン行って、まあ、この自分のスイングをこう客観的に見てこうだっていうのをちゃんと説明されてるのとか見てても、ああいう選手がやっぱりどんどん増えてくると打球速度も打球の角度も良くなってくると思いますし、まあ、変わってくるのかなっていうふうに思いました。やっぱ科学をもう取り入れないとさ、うん、もう置いていかれるよね。そうですね、野球が間違いなくそうだと思います。